でした。です。はい。恥ずかしいじゃないですか。恥ずかしいの。あれはクランク。ありがとうございました。そして高島また。大吾さん泣いてらっしゃいましたよね。はい、ね、涙を流して覚えてない。はい覚えてない。いやちょっと恥ずかしいじゃないですか。なんかちょっと恥ずかしいの、はい、ちょっと。あれはクランクアップだったんですか。です。はい。でもそれだけちょっと思いがいっぱいだったんですか。でした。以上をもちまして野球部に花束を本日の舞台挨拶終了いたします。監督キャストの皆様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。